2022年終わりますよ。ねえ、この間、あのね、12月の明かりに灯り始めたばっかりやん。でももう年末やん。早いね。もう今年終わりやん。皆さんどんな年やった？私はね、人生最高の1年やった。Thank you, thank you. ほんまに冗談じゃなく、もう冒険に出て、大冒険に出て、ほんまにもう宝物いっぱい見つけたって感じ。もう宝の山。もういっぱい見つけて帰ってきたなーって思ってます。本当に本心からそう思ってる。で、結構ね、やっぱもう自分はもういつまでもこう新人の気持ちでいたけど、結構なキャリアを重ねてきたなと思います。でもね、そのキャリアの中でね、いろいろやっぱさ、こう大きい現場とか、まあ、海外とかいろいろあって、そのそれすごいねってよく言われるんですよ。海外行ってすごいねとか、大きい現場サポートしてすごいね、映画に出てすごいね、誰々と一緒にやってすごいねとかよく言われるんですけど、私自分自身、そこは全然すごいと思ってないです。そこが自分のすごいとこじゃないと思ってて、海外行ったからすごいとか、誰々と一緒にやったからすごいとかで、自分のなんだろうな、自分のレベルが上がるとか、まあ経験によってレベルは上がるけど、自分がすごくなったみたいに思うんじゃなくて、すごいのはその場所を作った人たちだといつも思うんですよ。映画とか音楽とかさ、すごいって思う。もうその作った人の頭の中にしかなかったものでしょ。ただの音楽も、ただの音楽で、ただの鼻歌だったものとか、ただの頭の中の想像だったストーリーがね、こう作品として仕上がって、こう多くの人を巻き込んでるわけじゃないですか。魅了してるわけじゃないですか。すげえと思って、でそこに私はポコッとなんかポコッとハマっただけというか、ちょうどいいとこにいたのかなと思って、でちょっと声かけていただいて、呼んでいただいて、参加させていただいただけと思ってるんですよ。またすごいじゃない、すごいねって言われるけど、そこすごいんじゃない、すごいのはその作品を作った人で、その場所を作った人だっていつも思うんですよ。で自分がすごいなと、私結構すごいんじゃないって誇れることがあるとしたら、ね、自慢できることがあるとしたら、もう今まさにこれですよ。この景色、この空間だってさ、自分の作品をさ作って、もともとは自分の鼻歌だったものを作ってさ、それをみんながこう聞いてくれて、でこの場所に集まってくれてるわけでしょ。でね、皆さんの日常の中に私の音楽がちょっとでもあってさ、っていうのはね、すっごい誇らしい、もうすっごい幸せです。だからなんかすごいねって言って、なんか私頑張ったねと、よくやったよねって自分を褒めれることが、こう褒めるとしたら、そこやね。こう自分の作品を生み出して、音楽家として生きたなと。なんか今日もなんかもう死ぬんかなみたいな MC してんねんけど、死ねへんからなんかね、いつもねこんな感じになっちゃうんやけど、うん、死なないけど、すごいね、こうもうこの今も、今まさにね、皆さんとこのライブという作品を作ってるわけで、うん、これが、もうこれこそが、私の誇りです。出会ってくださりありがとうございます。イエー。ね、最後の MC ですから、そんなところです。本当に来てくださりありがとうございますね。また会おうね。イエー。気をつけてね。OK! じゃあね、最後のブロックは、清の曲の中でも長いことね、愛されてるというか、好きと言ってくれてる人が多い曲ですね。それを何曲かやろうと思います。Thank you.
散々に傷ついていた。いつかは少しは忘れられるものかな。うつむいていただけど日々が悔しかった。誰にもわからない私の気持ち。ずっと